山口さん、おはようございます。おはようございます。全然動かへん。全然動かへん。お疲れ様でおす。疲れ様今日は休日なの。です。いや、そうっすよ。一日今日お休みの日なの。なのにどうして仕事のやつを持ってくるの、あなたは。いや、もう頼まれて今日しかないようだ。昼のあな1た時ですからは、ね。どうして今日、私を休ませてくれないの。あなたは、どうして私を休ませてくれないの。あなたは、なぜなの。今日はあれですよ。エミリンチャンネル休日密着。ちょっとかっこよくないですか。かっこいいっす。上先半日、身がもう緑やから、シュレックにしか見えなくなっちゃってるかもしれないです。起きた。無理。おはようございます。ありがとうございます。ずっと寝てたいです、できることなら。結構寝たんすか？寝てないって言ったら嘘になる。手伝いなんかしましょうよ。休みの日に？でも休みの日って休むためにやるって知ってました？でもずっとゴロゴロしてたら疲れますよ、ほんまに。休むためにやるんですよ、休みって。休みの日やからなんかせなあかん。今だから動画で目を起こそうとして目を開けてます。ちょっとだけ言い訳が、公式の言い訳があるんですけど、花粉症なんですよ。花粉がひどくて、耳鼻科で処方してもらった、本当にひどい時にこれ飲んでくださいって渡された薬があって、ただこの薬を飲むとすっごい副作用で眠くなると思います。だからこの薬飲んだら運転とかそういうのはしないでくださいっていう。でも遊んだらあかんとはないんでね。それを飲んだから運転とかできないんですよね、今。もともとせえへん。ちょっとじゃあ、動くか。動きたくないけど。まあでも家のことぐらいはしなきゃダメですもんね。そこまでではないですけど、ちょっと散らかってますもんね。生活感のある感じですね。動くか。どっちがいいと思います？動くか動かないか選べるとしたら。選ぶ余地ないでしょ。動く派ですか？僕暇っすもん。暇すぎてカメラ回してますからね。確かにね。カメラ回した方が、こういう時って人ってそのサービス精神で動きますもんね。動画回ってるんだったらちゃんとしなきゃみたいな。って思うじゃないですか。でも私は今日も休日なんだよ。今日はエミリンじゃなくて、大松エミなんだよ。このままずるずる4時ぐらいまで持ってかれそうやなって。このままだったら、ず心る配ずがおりるしちゃう？ずるずる。どう？今、どんな気持ち？早動け頑張れっ頑張て。れって。じゃあ、今から大きな声で、頑張れって言ってあげてね。いくよ。せーの。僕っすか？そうよ。いくよ。せーの。頑張れー。全然聞こえないよ。もっと大きな声で。いくよ。せーの。頑張れまだまだ。もっとみんな、しっかり応援して。いくよ。せーの。水飲みます。常に私2リットルの水を2本置いてます。飲みかけ、せめて片方にしよ 飲みかけと飲みかけを合わせたら未開封になるんですよ。行くわよ、動く。今日は頑張る。すごい、起きた。見て、私のお気に入りの胃液、希望に満ちたハムスター。なんか色いいっすね、ほんまに。どこで買ったの？これ A ランドっていう韓国系の服なんで。よしよ、来たよ。とりあえず動画に使うやつで届いたものとかがあるから開封するわ。まずピアノ、動画のチャレンジ企画でこれからピアノに挑戦するという企画をするの。まずこいつからいきます。え、何故ピアノな？かっこよくない？弾き語りをしてみたくて、何かにチャレンジするっていう企画いいなと思って、ちゃんとその時間をかけて、だから1ヶ月かけてピアノと歌習って、弾き語りとしても発表できるようにするっていう企画。ハートフルじゃない？これあれだ、机の上に置いたりとかしなきゃダメだから、机片付けないと置けないや。鍵盤だけのやつなんだ。私てっきり台あるやつだと思ってたので、また後日やります。後日。また次の休みにします。次、次、次。これはね、個人的に悔しくて、じゃあ私だってやってやるって思って買ったものです。なんだと思います？この企画をしようと思った一番の理由は、悔しかった。なんで私じゃないの？私じゃないの？わ、すごい。見て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 。正解は、キッズチャンネルでした。わかるかい？いや、聞いて。2歳の姪っ子が最近そのままキッズ YouTuber を生み出して、ずっとキッズ YouTuber 見てるんです。もちろん決められた時間内でね。その中でもう本当にこういうアンパンマンの人形とかを使った、なんかアンパンマンのなんか人形劇だ。ねえねえ、アンパンマンそうだよみたいな。わかります？わかる。あれもずっと見てて、エミリンチャンネルなんか全然見てくれないし、同じ YouTuber として、なんで私じゃないのみたいな。めいっ子に見られたいがために。そう、やっぱエミリンの顔面だと限界があって、アンパンマンなんですよ。のためにアンパンマンのサブキャラも全部揃ったぬいぐるみセット買いました。フルセット、フルセット。見て、ほら、全キャラ揃ってる。これで人形劇をしてあげて、その動画をめいっ子ちゃんに送って見てもらおうと思ったがために買ったので、これは企画とかじゃないです、もはや。私はだから、普段は150万人の視聴者さんのために動画作ってるけど、この動画だけは一人だけのために作る動画なんで、っていうやつです。ちょっとこの辺を片付けていこう。これでさ、うもちゃんと挨拶したことある？ないないない。一応うちのペットなんですけど、お願いします。怖っ。挨拶して、ちゃんと。こてつです。
了解です。アガペーパーだそうです。帰れ。体調悪そう。風ひいてるよ。大丈夫？嫌い？ポテツのこと。すごい。怖い。今はでも5匹で暮らしてるんですよ。休日は家族サービスしてあげたいからさ。あ、すごいね、伸びたね。こうやっていっぱい触れ合ってあげてる。怖いね。怖いんですよ。でもすごいいい子たちなんで、静かにしてって言ったらすごい静かにしてくれるんですよ。全然そんなことない。静かにして。ちょっともうちょいですね、しつけは。そうですね。でも大丈夫です、見てたのに。静かにして。かわいそう、あかんや。そんなことはさておき、掃除します。はい、というわけで、掃除機なんですけど、で最近ちょっと知り合いから掃除機をいただいて、こちら使ってます。ロボロックちゃんです。ロボロックちゃんがお掃除してくれてるから、その間に私は朝ごはんにします。最近ね、甘いものが好きなの、実は。言ってなかった。でもさ、ダイエット中なんだ、実は。あ、私、言ってなかったけど。だけど本日の朝ごはんはくず餅とみかんです。すごい健康的。健康的、美味しそう。食べたいな。ポテト帰る。休みの日はうーもちゃんと過ごす時間を大事にしてるから、こんな感じ。うーもちゃんと一緒に朝ごはん食べてます。ライトも相まって儀式みたいになってるもん。嫌われてますよ。アウェーやな。いやだから、その怖いとか言ったじゃないですか、うーもちゃんに対して、うん、だからもっと可愛がってあげないと、うーもちゃんもそれ怒っちゃうんで。いただきます。私がこんなにくつろいでる間もロボロックちゃんは一人で掃除して働いてくれて、じゃ頑張ってるよ、ね、すっごい悪いことしてる気持ちになる。ロボロックちゃんいつもありがとね。めっちゃいい子です。くず餅、いただき物のくず餅なんか絶対美味しいじゃないですか。こんな贅沢な朝があっていいんですか。うわ、ちょっとこれだけ映してほら、なんかもうとろとろとろー言って、ヤバメだ。ヤバメね、美味しそうだ。すごー、超美味しそう。それではいただきます。あ、見て流れて決めてます。こうとろとろとろって、うわ、息してますね。息してます。大美味しいやつじゃん。一瞬でなくなります、こちらのくず餅が。嘘だと思うじゃないですか。3、2、1、5。でかい、早っ。うん、こんな感じで朝ごはんでした。じゃあご飯も食べ終わったので行けますか。恒例のやつ。ん？寝てんな。おやすみなさい。何回も言うけど休日なんですよ。その点はどうお考えですか。いや、外とか行ったらね、楽しそうやな思って。花粉とコロナがなければな、行ってたんだけどな。花粉がな、花粉が全部悪いんですよね。だからその花粉がな、花粉があるからな、花粉さえなければな、全然出るんだけどな外。もう全然出るのに。ロボロックちゃんが怒ってる。寝るのって感じなのかな。睡眠妨害しに行きました今、しれっと。寝させないよみたいな。というわけで、多分こっから私はもう一眠りするんですけど、鉄はちょっとかわいそうなんで、帰っていいです。お邪魔しました。ありがとうございました。今日はもう一日、素敵な一日を過ごしてね。バイバイ。バイバイ。